今年で62回目を迎える静岡ホビーショーは今月8日から5日間の開催で99の企業や団体が出展しています。一般公開初日の今日は朝から多くの模型ファンが訪れ熱気に包まれています。会場は最新のモデルの展示のほか、業者招待日と打って変わって物販コーナーやモデラーズクラブなどによる作品展示も行われ来場者の目を引いています。静岡ホビーショーは明日までですが、入場は事前予約制で、すでに定員に達していて、受付は終了しています。